にちは、ピーと申します。今年29歳、独身です。私はよく友達に、ねえ、一体いつになったら結婚するの？と聞かれます。そう聞かれた私はいつも考えてしまいます。それはどうして私は結婚ができないのかと思うからではなく、どうして友達なのにその質問をしたのかということです。あなたもこんな質問で困ったことがありませんか？はい、答えなくてもいいです。多分こんな質問で悩んでいる人は私一人ではないはずです。では一体どうしてこんなことが起こるんでしょうか？いろいろ考えた中で一番問題なのは優しい心が不足していることだと思いました。では皆さん、優しい心とは何でしょうか？例えば私たちは今日本語学科で勉強しています。クラスのメンバーはアメリカとかイギリスとかいろいろな国の方がいます。学校に入ったばかりの時、日本語がまだ上手じゃないので、多分多くの人は英語で話すでしょう。 Hey, do we have a test tomorrow? けれども私はこんな英語もわからなくて、日本語も片言でしか話せませんでした。それを知っているクラスメートは、明日テストある？なんと優しい日本語で話してくれました。それは優しい心だと思います。台湾では日本の食べ物、またサービスの良さなどがおもてなしの心としてとても人気があります。私も日本のビールが大好きです。台湾にとって日本は気の合う仲間という存在です。ですから4年前に昔日本大震災が起きた時、とても怖かったけど私は帰国しませんでした。台湾の人々も何かか手伝いができればと思ってお金を差し出しました。これも優しい心だと思います。この間台湾の遊園地でひどい事故が起きて約200人が死ぬほどの火傷を負いました。それを知って日本は何をしてくれたと思いますか？日本は何も言わずにすぐ台湾に1億円分ぐらいの薬を送って、医者も台湾に来て手伝ってくれました。大切な命がたくさん救われました。日本の優しい心、本当にありがとうございました。今世界ではいろいろな事故や戦争などが毎日起きています。それに対して台湾と日本のように優しい心を持って他の人のことをもっと考えれば、国が違っても言葉が違っても結婚していても結婚していなくても、もっと優しい世界を作ることができるのではないでしょうか。ではもし私のような女性に結婚のことについて聞きたいとき、どうしたらいいでしょうか？私の考えは、何も聞かずに面白くて一緒にビールが飲めて、そしてもちろん優しい心を持った人を紹介